巫子時代の広志歴即一直後の権竜帝、権竜帝、権竜帝儀礼用甲冑をつけた、権竜帝、権竜帝、権竜帝の南巡権竜帝に謁見する、マカートニー施設断晩年の権竜帝、権竜帝は、真の第六代皇帝。新王朝の最盛期を創出する。意味は、広志歴、病合は構想。財政時の元号の権竜を取って、 権隆帝と呼ばれる。養成帝と、側日の危機日、二尾古しとの愛の子として生まれる。祖父の後期帝に幼い頃から、その賢明さを愛され、生まれついての皇帝になる人物と目されており、大衆密立てを経て即位した。質素であった、祖父、父とは違い派で好みの性格であった。父の死去後、十五歳で即位すると父の妖精帝の、時期に除名された、創生を、 長広氏と共に逮捕し領地形に処して、その一族も処刑するなど、その存在感を示した。権竜帝の功績として、まず挙げられるのが、従前武功と呼ばれる十回の外政である。純ガル、四川の神奈川、グルカに二回ずつ、海部及びバダフシャーン、台湾、ビルマ、越南に一回ずつ、計十回の遠征を従前武功と言って誇り、自身を従前老人と呼んだ。 これにより、真の藩とは最大規模にまで広がり、また、ビルマ、越南、ラオス、タイまで長考するようになった。従前武功も、権竜帝はすべて勝ったと言っているが、最域では、ひどい苦戦もあり、越南、ビルマなど、実質的には負けの遠征もあった。また、内族の反乱や、白蓮京都の乱などが起こった。さらにこの時期に、中国における、 イエズス会の活動を禁止し、完全な鎖国体制に入ったことで、後の欧米の侵攻に対する新政府の抵抗力を奪ってしまった。1793年、イギリスの施設としてマカートニーが入庁したのは、権流帝の代であるが、三期級高等の令は免除したものの貿易摩擦に、関するイギリスの要求は退けている。国内政治においては、養精帝の時代に置かれた。 軍機ところが向上的な政務機関となっていった。後期、養成年間の繁栄にも支えられて国庫が充実していたため民衆にはたびたび減税を行った。また、古今の優れた書物を書き写し保存するという文化的大事業である四個税書の編纂や上記の十回の外政もこうした豊かな経済力を前提としていた。この時期には 文化が大いに進行し、宮廷はきらびやかに飾られ、乾隆帝自身も数多くの漢詩を作った。乾隆帝はまた中国の伝統的な文物をこよなく愛し、現在も呼吸博物院に残る多くのコレクションを収集し、たびたび江南へ行行した。これらの軍事的、文化的な成功により三世の春の最後である。 乾隆帝の知性は真の絶頂期と称えられる。自らも史上自分ほど幸福な天使はいないと自慢していたという。宮廷が形を重宝したことでも大きく有名である。康熙帝や妖精帝の頃までは宮廷が形のための確たる組織というものはなく、養神殿作り弁書という諸々の職人たちをまとめる組織の中に、 我が所という部門があるにとどまっていたが、権立帝は即位と共に、ガどこ所を設けた。この、ガイン所が、ガインの大元であったという指摘もされている。さらにそれとは別に、ヨーロッパの画家などが仕事をする場としての、如意館があった。ガインの歴史においても、このように、同時代に二つのガインが設けられているのは極めて、得意であるとされる。 さらに、チベット仏教に厚く敬意していた。チベット語の大造教をモンゴル語と満州語に翻訳し、北京や熱化に多くのチベット寺を建て、チベット仏教祖を供養するなどといったことを行っていた。チベット仏教に関連する重要な事跡は大きく三つある。一つ目は、工場に接する北海の北に国家鎮護の仏である白山外仏を祀る寺を建てたこと。 二つ目は、北京発のチベット総員、元殿沈着林を設立したこと。三つ目は、チャンキャ三世が、乾隆帝にチャクラ・サンバラ・ミコトの感情を授けたことで、ある。感情とは、サンスクリット語で、アビシェイカ、チベット語ではワンと言い,い、二つの力を授かることを意味している。その一方で、大敗の芽生えもあった。乾隆帝は、関心のヘシエンを徴用し続けた。 ヘシエンは、皇十五子、永遠と他の臣たちすべてに憎まれていた。文字の極と呼ばれる思想弾圧で多くの人々を処罰し、禁書も厳しく実施した。1738年10月に聖室との子を、双子江玉木を9歳で亡くした。その2ヶ月後の12月、ジュゼッペカスティリオーネという画家に、年明さずの作成を命じ、 皇帝と巫女たちの団らんの様を滑車させたという。その出来上がった年あさずには、英玉木の姿も描かれていたという。この最高双子英玉木を亡くしているが、もともと、権竜帝には十七人の巫女がいた。しかし、権竜帝が八十五歳にて退位しようとした時には四十九歳の皇、矢後久子戦、十三歳の皇十一へ、三十五歳の皇十五子。 永遠、29歳の高十七市、永林の4人しか残っていなかったという。1795年、地勢60年に達した、県隆帝は、祖父の高貴帝の地六61年を超えては、ならないという名目で、高十五市、永、え、遠、え、に上位し、大乗皇帝となったが、その実権は手放さず、青年宮で陰性を敷く一方で、へしエんに、政治権限を委ねた。 いかに佳境御門といえども、拳隆上皇が生きている間は、ヘシエンの長領をどうにもできず、宮廷内外の後期は死管した。晩年の拳隆上皇は認知症を疑われる行動をし、王朝に老害をまき散らした。1799年に崩御。両母は清東領内の広史領。ヘシエンは拳隆上皇の仕事たちに死を賜っているが、没収された資材は、 国家歳入の十数年分に達したという。中華民国期の1928年に国民党の軍閥孫殿栄によって当領が略奪される事件が起き、県流帝の広史料及び政大公の帝統領は母室を暴かれ徹底的な略奪を受けた。これは最後の皇帝だった不儀にとっては1924年に資金上を退去させられた時以上に、 衝撃的な出来事であり、彼の対日接近、後の満州国建国及び彼の満州国皇帝への最速意への布石にもなった。闘争し、厚氏の返帳を行った。ありがとうございます。